アザリン、お願いだ、返してくれよ。いやじゃ、これはアザリンのものじゃ。アザリン、これはアザリンのものじゃ。わかったわかった、それアザリンにあげるよ。本当？うん。それは僕のお母様の形見だから、きっとアザリンを守ってくれる。ずっと大切にするんだよ。うん、大切にする。約束だよ。うん、約束する。蓋を開けてごらん、オルゴールなんだそれ。いらぬと言ったらいらぬ。しかしながらご朝食もお召し上がりになられませんでしたので、お体に触りましょうかと。世に構うな。陛下、ご気分は優れないとお聞きしましたが、いかがなされましたか。何用じゃ。このようなお願いに伺いまして、良いものやらと思いましたが。前置きはもう良い。は、恐れながら、敵惑星連合宇宙軍との小康状態が長く続いており、さすがの我が軍も士気の衰える恐れがございます。このような時にこそ、敵の攻撃に備えて万全の体制を固め、帝国内の緊張を高めておく必要があると思われます。ぜひとも陛下のお言葉を御前会議の席上で賜りたく。世はその必要を認めぬ。また無益な戦いを始めようというのか。これはこれは、我が神聖ラールゴン帝国の皇帝陛下のお言葉とは思えません。我が帝国は銀河全土の制圧に向けて。世は制圧など望まぬ。我が帝国民の総意でありますぞ。皇帝陛下としてのお立場を何とぞお考えくださいますよう。皇帝としての立場。何もかも叶わぬ夢じゃ。陛下。何用じゃ。ドム様がお見えでございます。ドムか、入るがよい。陛下、明日よりビシュラムに赴きますので、ご挨拶に参りました。ビシュラム？あのビシュラムに行くと申すか。よい。よいの、骨休めか。は。ゆっくりしてくるがよい。陛下、私が赴きますのは資源調査のためにございます。なんじゃ、保養に行くのではないのか。は。あの戦以来長い間放置されておりましたが、ビシュラムは資源の宝庫にございますゆえ。あい、わかった。気をつけていくがよい。は。ドム。は。ビシュラムにはまだイナゴがおるかな。巡洋艦ドローメ発進。
機関メルバより離脱完了。これより惑星ビシラムに向かいます。惑星ビシュラムへの航行ルートを変更する。は？迂回ルートになりますが。やむを得ん、流星群の少ないルートを選ぶ。は、了解いたしました。無理だろう。変わらぬな、ここは。ドム、ナスの草原を覚えておろ。イナゴのいる草原でございましたな。陛下がお好きだった。そうじゃ、よくルート。これから一緒に行かぬか。陛下、このビシュラムはもう昔のビシュラムと異なっております。旧アシュラン公国は滅びたとはいえ、その再建を願うアシュラン人が暮らしている地にございます。散歩もかなわぬと申すか。そもそもこの地に陛下をお連れしたこと自体、ロナは帝国にどうご報告したものかと。余がそちに無理強いしただけのこと、案ずるな。それではぜひとも皇帝陛下としてのご身分をお忘れなきよう。それを忘れるために来たのじゃ。こんなもの重くかかなわぬ。えい、
さか。ルー。やっぱり、ルー、生きておったのか。アザリンじゃ、忘れたか。アザリン、では、ラールゴンの。どうしたのじゃ、アザリンじゃ、ルー。陛下、ルー様には陛下がお別れにならないのです。陛下ばかりではなく、どなたのことも。火を用意する。ルー様、なりません。ルー様、幸い一命は取り留められましたもの、すべての記憶をなくされたのか、何事にもお心を動かされなくなってしまわれたのです。ルー、アシュラン大公が世の父上に背いたため、アシュラン皇族は滅びたと聞いていた。世はルーが死んだとばかり。私は侍女長のミランダと申します。陛下、どうぞご慈悲を。どうかルー様をお見逃しください。世がルーを捕らえるとでも。世はルーの前ではただのアザリンじゃ。昔も今も。陛下、ルーはもう元には戻らないのか。逃げ延びました辺境惑星ではご回復の兆しは見られませんでした。それで危険を承知でこのビシュラムへ。ここはもともとアシュランの領地、ルーのふるさとも同然だからな。はい、するして本当に良かったと思います。思い出にお触れになることで少しでもお心を開かれるようにと。思い出。アザリン、来年の夏もきっとここに来てくれるね。うん、来る、きっと来る。ルーをここへ。安心せ、他言はせぬ。ルーに見せたいものがあるのじゃ。あった。陛下はお目覚めか。はい、ご気分が優れないとお休みになっておられます。陛下、ドムにございます。陛下。神であろう、思い出さないのか。陛下、ルー様にはまだ。もうオルゴールもならぬ。あの頃にはもう二度と戻れんのじゃな。陛下、ルー様にはまだまだ時間が必要なのです。でもご自分から物をお取りになろうとしたのは初めてでございます。そうか、それでは。はい、少しずつではありますがご回復に向かわれていると。騎士につけてくれ、ミランダ。ルー、イナゴを捕まえに行こうね。イナゴを。
ビシュラムツマグロイナゴ、この星にしかいないの。へえ、よく知ってるね、アザリンは。でも、こんなにたくさんどうするんだい？まさか食べるわけでもないだろ。飼うの。え？アザリンが飼うの。ねえ、アザリン。何？逃がしてあげようよ。逃がすの？どうして？だってかわいそうじゃないか。そんな狭いカゴの中に閉じ込めちゃ。アザリンだって宮殿の外へ一歩も出られなかったらどうする？嫌だ。じゃあ逃がそうよ。うん。偉いぞアザリンは。それでこそ王女様だ。お帰りなさいませ。なんじゃ、トムか、ほどかすでない。どちらにお出かけでございました？散歩じゃ。そちの言いたいことは分かっておる。だが心配いたすな。この地は世の庭のようなものじゃ。その庭に陛下のお心をお慰めするものがおありなのでしょうか？あるある、たくさんあるぞ。それはようございましたな。そっちにも分けてやろうか。は？ほら！トムはイナゴやバッタが大嫌いなんじゃ。トンボもたくさん捕まえたよね。でもやっぱり全部逃がして。竜は世のわがままを何でも聞いてくれたのじゃ。陛下のことを妹君のように思われていたのでしょうね。うん。こうしていると何もかも忘れられる。ずっとこのままでいられたら。しかしながらアシュラン人にとっては一日も早いご回復が望まれるのです。ルー様が次期皇帝となられてアシュラン公国を再建なさることが我らアシュラン人の悲願でありますゆえ。アシュランの再建？それではまた我がラルゴン軍との戦いになるではないか。ルーが世に刃を向けるというのか。そのようなことが。そちは世とルーの絆を知らぬのじゃ。世はたとえルーが敵であってもルーと戦うことはできぬ。ルーとて戦いまする。ルー様が皇帝になられたら必ずやアシュランのために。世と戦うと申すか。敵であればどなた様であろうと。あれはアシュラン公国の明後日に帰還だと。はい、資源の調査もつつがなく終了いたしましたゆえ、陛下にあっては御前会議のご準備もございましょう。世は帰らぬ。もうしばらくここにいたいのじゃ。陛下は神聖ラールゴン帝国皇帝であらせられますぞ。世は好んで皇帝になったのではない。恐れながら陛下、自然は変わらずとも人は変わりまする。いつまでも思い出の中だけには生きられません。何とぞご出立のご準備を。帰らぬと言ったら帰らぬ。ミランダ、ルーはどうしても皇帝にならればならぬのか。ルー様もそれを願っておられました。父君のような立派な皇帝になりたいと。立派な皇帝？陛下もそう思いになられたのでは。思わぬ。世は一度もそのようなこと思った覚えはない。ルー様。笑った。ルーが笑ったぞ。陛下、あの時計を今一度。もしやご記憶が。いやじゃ。陛
ルーの記憶が戻ったら、余はルーの敵になるのだ。陛下、ルー様のご記憶が戻られて陛下に刃を向けるようなことになられても、お二人が変わられることはございません。なぜじゃ。刃を向け合うのだぞ。ルーと戦うくらいなら今のうちにルーを捕らえた方がマシじゃ。ではお捕らえください。何？ルー様はたとえ捕らえられても、ご記憶が戻られれば必ずやラールゴン帝国と戦うでありましょう。ならばルー様はこのミランダの命に代えてもお守りいたします。それでも戦わねばならぬのか。それが皇帝というものか。皇帝にはわずかたりとも自分のために生きることは許されないのか。恐れながら誰もがそれぞれに生きなければならぬ道があります。さらに自分のためだけに生きられないのは皇帝だけではありません。世にはわからぬ。計り通な。陛下、ドム、陛下は御用邸にお戻りください。何をする気じゃ。旧アシュラン公国の王子をこのまま見過ごすことは相なりませぬ。捕らえると申すか。御意、見過ごせば災いが陛下の身はおろか帝国にまで及びましょうぞ。捕らえよ。待て。陛下、ミランダ、ルーを連れて行くのじゃ。陛下。陛下、よくお考えよ。我がラールゴン帝国の存亡に関わりまする。ミランダ、早く。はい。待て。ならん。神聖ラールゴン帝国の威信と世の名誉にかけても二人を捕らえることは断じて許さぬ。いかなるものであっても、世に刃を向けるものがあるなら、世は皇帝としてその戦い受けて立つ。陛下、少しお休みになられた方が。陛下。トム。は。この宇宙に戦いがなくなる日は来るであろうか。陛下がそうお望みなら。世もそう思う。約束だよ。うん、約束する。蓋を開けてごらん。オルゴールなんだ、それ。綺麗な曲だろ。うん。
これはお母様が立派な皇帝になるようにって僕にくれたものなんだ。これを持っていたらアザリンも立派な皇帝になれるよ。アザリンが立派な皇帝になれたら僕に返しておくれ。僕も立派な皇帝になりたいから。立派な皇帝か。そうなりたいってアザリンも思うだろう。うん、アザリンもそう思う。約束。